カラフト工業、カラフト工業株式会社は、大正から昭和初期にかけて存在した日本の製紙会社である。製紙王と称された実業家、大川平三郎が創業、経営していた。昭和初期の大手製紙会社である王子製紙、初代や富士製紙はいずれも、明治時代、1870から80年代に設立されて発展した企業である。 それらに比べて、カラフト工業は対象に入ってからの1913年設立と後発でありながら、1930年代には国内用紙生産工の20%を占める業界第3位の製紙会社に成長していた。大手3社の合同に伴い1933年に消滅した。カラフト工業は1913年、大川平三郎。 1860年から1936年と、大川が経営内視関与していた5つの製紙会社の出資によって設立された。創業者の大川平三郎は、第一国立銀行、後の第一銀行などを設立した実業家、渋沢栄一の老いにあたる人物で、渋沢が1873年に設立した王子製紙に16歳で入社した後、 技術者として活躍し、創業期の王子精子を支えていた。最終的には、専務取締役となっていたが、経営検証枠を目指した王子の主要株主である、三井財閥によって、1898年に王子を追われた。王子を退職した大川は、共に王子を辞職した技術者、職工など40人余りを引き連れて、当時静岡県で新工場を建設していた。 四日市製紙に移籍した。しかし引き連れてきた技術者、ショッコーラと従来からの従業員との折り合いが悪く、大川自身も四日市製紙の株主と対立したため、1901年に上海にあったフランス系製紙会社に技術者、ショッコーラと共移籍した。1903年に帰国した後、経営が悪化していた熊本県の九州製紙、旧。 東小江製紙の経営再建に参加し、同社の社長に就任した。続いて、中部地方での製紙工場建設に乗り出し、1906年に中央製紙、岐阜県を、1908年に基礎工業、長野県を設立した。この三社は大川が大株主権経営者として所有、経営していた。この他にも1908年に、 四日市製紙の役員に復帰、後筆頭株主に、1918年社長に就任、1909年には中野島製紙、大阪府の会長にも就任した。これらの大川系、企業5社の用紙生産工は、1913年の時点で国内用紙生産工の約20%を占めていた。業界の王子約32%や 約29%に比べると格差があったものの、大川系企業群は、王子、富士両社に次ぐ規模を有していた。続いて、大川は、さらなる事業拡大を目的に、カラフトへの進出を目指した。この頃には、王子製紙、富士製紙の大手2社は、北海道に進出し、豊富な信用樹資源を元とする用紙の量産体制を敷いていた。一方で、 北海道に進出していない国内企業は信用樹資源が次第に減少していく中で事業の拡大が不可能になっていた。この状況にもかかわらず事業拡大を目指す大川が着目したのは王子不事業者によって資源がほぼ掌握されていた北海道ではなく、さらにその北にあって両者がまだ進出していなかったカラフトであった。1911年。 大川は、九州製紙、中央製紙、四日市製紙の三社共同で、カラフトの国有林の伐採権を取得し、1913年から三社の工場へ木材をパルプ原木として供給を開始した。一方、三井物産も1911年に、カラフト国有林の伐採権を得、三井合名会社と共同し、王子製紙の技術協力のもと、 1913年6月に、カラフト南部海岸の大泊町において、アリューサンパルプ、SP、サルファイトパルプ工場の建設に着手した、1914年11月、創業開始。後の王子製紙大泊工場でカラフト初の、SP 工場。これを受けて、大川は、大川系、企業5社と関係者と共に、同年12月、急遽、 カラフト工業を立ち上げ、三井王子のカラフト進出に対抗した。なお、カラフト工業は1913年1月に設立されたカラフト林産を解消したものである。1915年原料から製品までの一貫した新工場を釧路に設置することを企画。1916年釧路工場建設を目的に北海道工業を 同年12月13日日本橋クラブの創立総会で設立し建設工事を始めた。1919年釧路工場建設中に北海道工業は大川平三郎が社長である藤製市に経営統合し、以後藤製市のもとで建設工事が進められる。カラフト工業は当初パルプの専業メーカーとして計画された。 すなわち、出資元の製紙会社やそれ以外の一般市場に、カラフト材パルプを供給することを目的としていた企業であった。1915年5月、カラフト西海岸の白井町において、パルプ工場の建設に着手して、三井王子に追随し、同年8月にアリウ酸パルプを生産する、泊まり居工場の創業を開始した。創業開始は、第一次世界大戦の影響で、 ヨーロッパからのパルプ輸入が途絶し国内でもパルプ価格が高騰していた時期になったためカラフト工業は高収益を上げた続いて同じ西海岸の猛火町に第二の工場を建設した1919年9月に創業を開始した猛火工場でアリューサンパルプの他衝撃を設置して用紙の生産を始めた猛火工場の新設によりカラフト工業は 当初のパルプ専業メーカーから紙パルプ一貫メーカーに転換した。大川は1919 19年、業界大手富士製紙の社長に就任する。大川が関与する大川系企業の養子生産校に占めるシェアは、1920年の時点では、カラフト工業、九州製紙、中央製紙、中野島製紙の4社、基礎工業は中央製紙と、 四日市聖子は、富士聖子と合併したの約12%に、富士聖子の約33%を加えて、約45%となり、王子聖子の約38%を大きく上回っていた。しかし1920年代になると戦後強行に見舞われ、パルプや養子の死況も悪化していった。特にパルプの死況悪化が顕著で、 洋紙生産にも進出したもののパルプ生産、販売が主力であったカラフト工業は、王子製紙や富士製紙と比べると、市況悪化の影響を大きく受けて、経営を悪化させた。加えて1921年、泊まり居、猛火の両工場を火災で失うという事態に直面した。二つの工場を再建した後、パルプ市況が持ち直したため、カラフト工業は、 長期的なパルプ市況の回復を見込んで、第3の工場建設に着手した。カラフト西海岸北部のメグミシュトリ町において1925年11月、アリウーサンパルプを生産するメグミシュトリ工場が創業を開始する。ところがこの工場新設は、パルプ市況が再び悪化していた時期に重なってしまい、より一層の経営悪化を招いた。パルプほど、 養子の主教は悪化していなかったことから、1927年より、めぐみしとり工場を、パルプ専業から、製紙工場に転換した。また、1926年4月に合理化を目的に、カラフト工業は、九州製紙、中央製紙、中野島製紙所の3社を合併した。合併により、カラフト工業の運営する工場は、泊まり居、猛火、 めぐみ一人のカラフト3工場に、中央製紙の中津、基礎料工場、岐阜県及び、長野県、中野島製紙の中野島工場、大阪府、九州製紙の坂本、八代工場、熊本県を加えて、計8工場となった。ただし、基礎工場と中野島工場は2年後の1928年7月に閉鎖されている。 1920年代から経営を悪化させていた、カラフト工業は、それまで後ろ盾となっていた第一銀行にも融資を拒否される状況となり、1930年に、社債の償還難に直面した。大川は、井上淳之介、当時、大倉大臣などに緊急支援を要請し、日本工業銀行、日本官業銀行、第一銀行、安田銀行の4社による、 救済融資を得て、経営破綻を回避した。一方営業成績についても、増産した用紙が不振を極めて、王子、富士カラフト工業の三社による値下げ競争が、泥沼化していた影響で低迷していた。とはいえ用紙の生産工については1930年に、過去最高の約13万トンとなり、生産工のシェアは約21%に伸びていた。 こうした状況を打開するため大川は、カラフト工業と王子製紙、富士製紙三社の合同を構想するようになる。王子製紙社長の藤原銀次郎にも打診するが、王子の大株主である三井財閥が、カラフト工業が抱える大きな負債を危惧したため藤原は賛同を控えた。1931年、後ろ盾であった渋沢栄一が死去。 有志を仲介してきた井上淳之助も翌1932年に死去し、大川は財界の協力者を失う。その影響で銀行団からのカラフト工業の支援が縮小されていった。三社の合同は王子製紙が1932年頃から本格的に乗り出して前進する。同年十月に三社の間で合併契約が仮調印されるが実質的には 大地製紙による吸収合併であった。大川は吸収合併に不満であったが、結果として、カラフト工業の不審が大川に大幅な情報を要求した。1933年5月、合併が実行に移されて、大地製紙は国内市場の8割以上を握る巨大製紙会社、いわゆる大大地製紙となった。合併に際して、大川は、 取締役会長への就任を希望していたが、藤原の反対により、名誉職の相談役に追われた。大川は、失意のうちに1936年に死去したという。本社は、最初の工場である、泊まり居工場があったカラフトパク巨群白井町に置かれていた。その他東京市麹町区、現東京都千代田区丸の内の大川電柱ビルに事務所を置いていた。 大川電柱ビルは、大川平三郎が社長、大川の実定、田中栄八郎が副社長を務める、不動産会社大川田中事務所の所有で、日本工業クラブの隣にあった。大川が関与していた、日本交換、現、JFE グループも同居していた。カラフト工業が運営していた工場は、以下の八工場である。中野島、スハラ工場を除いて、 王子製紙に継承された。王子聖子に継承された後も6工場とも創業を続けたが、カラフトの3工場は、太平洋戦争敗戦、1945年に伴うカラフト放棄で創出した。戦後の財閥解体による王子製紙解体、1949年に際して、中津工場は本州製紙、現、王子ホールディングスに8台、 坂本工場は十上製紙、現、日本製紙に継承された。坂本工場は1988年に閉鎖されているが、中津工場は o g f テックス中津工場、八代工場は日本製紙八代工場として2012年現在も創業中である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。